目覚ましカーテンモーニング。どうもこんにちは。お願いします。人気お笑い芸人のチュートリアルとビーと申します。よろしくお願いします。はい、じゃあルリナです。よろしくお願いします。 1位のって言わんでいいの？あ、ちょっと恥ずかしいかなと思って聞いたら恥ずかしくなっちゃった。お二人は朝起きるの得意ですか？僕は正直マネージャーはよく知ってると思うんですけど、すごい苦手ですね。どうですか、指原？私はさっきも言ったんですけど、自分では得意だと思ってたんです、ついこの間まで。誰よりも朝早く起きれるってそんなに自信？ほんと漁師より早く起きれるって思ってました。漁師よりも？お前漁師4時とかやで、お前。でも本当に目覚めの良さに自信があったんです。ほうほう。なんかそういう目覚めが悪くてちょっとやっちゃったなとかやらかしたなとか？めちゃくちゃありますね。僕生放送3時間の、関西の方で3時間の朝の生放送の番組に出させてもらってた時に、朝一で大阪に行って生放送やるっていう状態だったんですけど、9時からの番組で起きたんがもう8時45分やったんですよ、東京の家で。え？ほんてもう青ざめて、完全に遅刻やわちょっと相方に連絡したら、相方もその時に起きよって、えコンビ揃って3時間の番組を、2時間半遅刻するっていう。じゃあ実際ですね、どんな風に使うのか、まあ、皆さんにも見ていただきたいなと思います。指原さんから。これがもう本当に軽くて、もうこれで、これ持ったまま何でもできますよね。これ持ったまま何でもできるっていうことも、ね、これでもうほいふ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 いってきました。ちょっと指原寝ようか。はい、やっぱ俺もう間もなくカーテンが、カーテンが、カーテン開く。1位になってからこうやって人に写真撮られるの初めてなんですけど、私。マジで？うん、多分あんまり。そうやってる間に、あ、朝日がだんだん入ってきました。お前はベッドが似合うもんなんやから、はい、お前は。なかなかほら。でも絶対シングルベッドですもん。え？絶対シングルだもん。さあ、と言っている間に後ろがどんどんカーテンが開いてっているんですけど。あ、開いてる、開いてるやん。今頭ゴツンってきましたよね。はい、こうやって寝ますね。あーすごいすごいいい感じに起きれた。あーおはよう。コーヒー入れようか。私ウィンナー焼く。え？ウィンナー焼く。あ、ありがとう。うん。じゃあ、二人が同じマンションから仕事場へ向かうことは内緒な。わかった。まさに号外が出そうな状況になってますけど二人ともテレビで共演されてますけど、こういうお仕事っていうのはどうですか？なんでこれさっきも話したんですけど、ね、で番組以外でこういうのでお会いするのは初めてなんで、うん、あ、そうなんだ。なんかちょっとよそよそしい感じが、うん、そうなんです。なんか逆に意識したりっていう、意識したり、ははさてはここをひっつけようというね、いやいや、どうなのかなって。さっきあのベッドシーンがね、ベッドシーンが、はい、斬新なベッドシーンが、うん、どうでしたか？私初、男の人とこれでベッドに入るシーンを初めてお届けしたので、お届けした。でもやっぱ40代の男と布団に入ってみたっていう感じはどうですか？そうそうそう。あ、でも40代の男と布団に入ったこと私一度も今まで人生他の世代はガンガンあるみたいな。ないけど、本当に40代は本当にないんですよ。20代はある。20代はない。ないんですよ。ジェジェジェ、はい、ジェジェジェ。徳井さんは久々の女性ですね。そうですね、久々のっていうこと、まあまあそうですね。そうそう、1位とベッドを共にできることないんでね。そうですよ、あっという間に開いちゃいましたから。逆にこうやってこんなとこやからこそ、うん、まさか何もせえへんやろうっていう場の方が何かしやすかったですね。すごい結婚ラッシュが続いてるんですけれども、ね、はい、どうですか徳井さん、この波に乗るっていうところは。波に乗る、結婚、俺結婚するイメージある？結婚のイメージですか、うん、猫飼ってると難しいんじゃないですか？まあね、そうなんですよ。ファッシーは結婚願望ありますか？あ、はい、したいです。したい？はい、それも今できないでしょ、いつ頃まで、いつかできたらいいなって気持ちでいますね、うん、これがあれば朝目覚められるし、ね、作ってあげられるし、もしあれですね、作ってあげたいな、朝の食事作ってあげたいってしたら何作ります？やっぱパンケーキとか最初に食べましょう。パンケーキ、あのね、おじさん朝からパンケーキ食えへんのよね。あ、ダメだ。ナスの味噌汁でお願いします。